こんにちは、大沢国永です。今さら聞けない分かりやすい解剖学、体の仕組みを理解することで生存力がぐんぐんアップします。はい、ということで夏暑いですね。毎日が暑くて、テレビでは熱中症の話題とかね、そういうのがガーッとね多いですし、体調も、セラピスト施術科の方々も、体調崩されている方多いんじゃないんでしょうか。はい、この気温のね、外部の気温 と、室内とか乗り物とかの温度差っていうのが激しすぎたりとか、その寒いところの中にずっといるということで、自律神経も乱して体調の不調というのがたくさん多い、日本ではそういう季節になっています。はい、私も熱中症で救急病院で働いていた時に、どんどん運ばれてくるのを思い出しますし、その時の方のすごいね辛い症状というのも、経験としてすごい、かわいそうだなというのが思い出されます。はい、このことがあって体と、ね、接するところで、今日は、解剖学的に、人の、体温とかね、そういう調整するところの体の仕組みについて考えてみましょう。はい、外がね、外部が暑いから、私たちはエアコンとかそういうので、冷たいものを飲んだりもありますし、体を冷やすということをしますね。はい、ここでちょっと考え方を変えて、暑い時、外部環境が暑い時に、体自体を冷やすということ、ではなくて、いかに体の中の、熱、持っている熱を放出できるかということですね。はい、冷やすというのは体の熱を放出できるかということです。つまり体の中の熱を外に逃がすかというところの、人の機能を、ちょっと考えてみましょう。はい、そのための機能についているのが、皆さんもご存知、発汗、汗をかくということですね。熱を逃がすために発汗をさせるという、体温調節とかですね、体温の上昇を防ぐための機能が体には備わっています。発汗をして汗をかくことによって、濡れて、そこに、これが蒸発をするというのがまたポイントで、蒸発をするときに気化熱というので体温を奪うということで、汗をかいて蒸発をするということがこの機能の中で重要なポイントになります。はい、逆に言うと、蒸発をしないと、なかなか体温下がらないということになりますので、はい、蒸発ということをじゃあ考えると、これには外部環境の中の、湿度というものが、すごい大きいポイントになっています。重要ですね。湿っていたら蒸発したいのに水分が移動できないということですね。そういうことも考えますと、発汗、蒸発、湿度ということを考えてみると、じゃあ今の日本で私たちのところでは、大きいポイントで言うと、エアコンとかそういうのがありますよね。はい、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、私もともと建築のお仕事で図面を描いたりとか、このエアコンとかも機械の設定をしたりとか、そういう図面を描いて、いたんですけど、そこのところの知識から、一言使い方とかも、お伝えいたしますと、もともとね、そういうエアコンというのは、冷やす、温めるというのがあるんですけれども、この日本の多湿の中において、すごいいい機能が除湿という機能があります。はい、冷房で暑いから冷やすんじゃなくて、外部環境のを除湿によって整えてあげるという使い方ですね。これは、それによって自分の、今のね言ったようにね、熱を逃がすことができる機能、体の機能を回してあげることができるということなので、ちょっとこういうね考え方を、自分自身もそうだし伝えてあげられるようになってくるといいと思います。体の動く、働きやすい本来持っているものを使ってあげるということになりますね。はい、ただ、この注意点があるんですけれども、汗をかくということになります と、これは体内の水分が外に奪われていくということになりますので、ここの機能を、体の機能を回すにおいては、やはり体内の水分というところをこまめに取ってあげて、この循環を回していく、水分補給はとても重要になってきます。あとは寝ている時とかですね、は除湿とかでずっとあるんですけど、これも、温度設定ができます。体内の代謝自体は寝ている時っていうのは、落ちていますから、そこの体内の代謝が落ちている状態でずっと、体が奪われて、どんどん冷え切って、体温を奪われて冷え切ってしまうということもありますので、余計体温深部が
下がってきてしまうというのもありますので、はい、そういうところなので、温度は、高く設定をしてあげる、水分も寝てる間に、取れないですので、脱水というのも起きやすいですよね。どん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 ってあるとというところがありますので、温度設定自体は今28から30度ぐらいの方まで上げていって、設定すると OK かなと思います。はい、私たち、体の専門家としてはですね、暑いから、冷やす冷やす冷やすではなくて、本来の、ね、体のところの熱を逃がすというところの、外部環境を作ってあげるということをまた伝えられるとさらにワープかと思いますね。はい、せっかく、ね、施術を、ね、して、いい結果体をいい方に導いても、そういう、ね、普段の、生活の環境外部環境というものがあればすぐに戻っちゃって、もったいないですので、私たちはそういうところも踏まえて伝えられるのが、体の専門家の使命と思いますので、ということで今日もよし。